はい、皆様こんにちは。今日はですね、オフィスを取り出して、物件下見に参りました。ここはですね、名古屋市中区大須3丁目という場所ですね。名古屋の若者に今非常に人気のエリアです。まあね、最近名古屋は名古屋駅がですね、オフィスビルやいろんなお店ができてやっているんですが、デパート街があったり若者のショッピングエリアがあったりですね、そういう形で大須エリアはですね今非常に人気の場所です。今から見に行く物件はですね、ちょうどですねヤバトンの本店がちょうど裏にありまして、見えますかね、これヤバトンの本店です。このヤバトン、こんなに私の背よりも高いヤバトンですね。で、なんか知らない間にこのヤバトンショップというのもできました。では物件までちょっと行ってみたいと思います。いろんな人が映り込むといろんな問題が発生するらしいので、自身を撮影しながら物件まで参りたいと思います。はい、物件のですね徒歩2分ぐらいのところにはコンビニ、ローソンがありますね。また、こちらの近くの駅は矢場町駅といいまして、名城線なので、地下鉄の環状線が走っているエリアが近いですね。はい、また徒歩5分6分ぐらいでですね、九州の天神のようなデパート街が、パルコ、三越、松坂屋等がですね、立ち並ぶエリアも近いです。で、また、今ねこの物件の先にありますあそこがですね、屋根付きの大須アーケード商店街となっております。はい、当該物件の横にはですねピザーラがありますね。はい、まあ単身の方にはですね、飲食店やこういうデリバリーができるお店があって非常に便利ではないでしょう。はい、物件にたどり着きました。ではですね、3年前にもですね弊社でご購入いただきました区分のマンションになります。地区は10年ほどですね、敷地内の駐車場が1台ですね。はい、はい、見えますでしょうか。エントランスの上にですね、こういった高級感のあるシャンデリアがねついてます。なかなか都内では見ない物件かと思いますね。ちょうど平成21年築なのでちょうど10年ですね。はい、下はこれ石を引いてありますね。タイルでしょうか。はい、全面タイル張りの物件となっております。まずチェックするところはメールボックスがかなり数のある、物件かと思います。ポストに入れるところにシールとかが貼ってませんので、まあ空室はないのかなと。むしろ綺麗な状態です。ね、単身用のマンションなんですが、宅配ボックスもしっかりありまして、単身者には非常に人気かと思いますね。監視カメラで十分映ります。昼間で明るいですが、こう自動センサーで、ね、電気がつくようになっております。では、建物の、ね、中に入りたいと思います。はい、こちらにもね、カメラがあります。こちら、この壁見てください、これ。ね、分譲マンションでこんなこだわりがあるのが。珍しいですが、やはり名古屋を代表する小田家の家紋がね、入っているのでね、まあ、話題の一つにはなるのではないでしょうか。はい、まあ、こういったところを確認しながら、管理会社がどうなのかというチェック、ね、後ほど管理会社の情報等の調査をするというのは、ね、こちらオートロックがついてまして、はい。はい、今日はね、中に入る準備までしました。で、中まで入れますと、こちらは先ほどのメールボックス、ね、外から出して中から取り入れるという形ですね。また、ここの掲示板とかをね、見ますと、いろんな、このマンションの情報が知ることができます。こちら、非常口ね、裏側になっております。ね、自転車置き場もしっかりございますね。まだ余裕で乱雑した、パンクの下、自転車等がありませんので、まあ、しっかり管理されているのではないでしょうか。ね。はい。こちら、マンションの外観。こちらは東側になりますね。今3時半ぐらいなので、かなり日が西の方に行ってしまっております。ここにもね、カメラがございます。
はい、まあセキュリティ面にはしっかりしておりますので、女性の方にも安心していただけるんではないかなと。またですね、こちらね、カメラね、ついてます。エレベーターの中が見えるんですね。どういった人が乗ってるんだろうということがね、わかるのは安心の材料になるらしいですね。はい。ね、エレベーターの中もカメラがありまして、上の階まで上がってみたいと思います。早いですね、このエレベーター。はい。3階ですが、あっという間に着きました。はい。床はですね、長尺シート。がね、貼られてます。費用の方は高額になるんですが、塗りの防水よりも、ランニングが、安くつくということですね。玄関は26ですね。で、エントランス、1階のエントランスはカメラついてますが、扉の方はカメラはございません。また、最近はね、防犯上の扉にポストがないタイプ、ね、非常に多いです。障害はある。ね。証拠の方もちゃんと電気がついてる。ね。こういうことを。また、こういったところのですね、防水の加減をチェックをする。まあ、10年なのでね、さすがに綺麗ですね。また、下見の時にはですね、必ずこの、つなぎのところの新しいとね、まだこの柔らかくなってます。これが年数が経ってきますと、硬くなったりですね。割れたりします。そこから水が入りますんで、そういう状況の物件は修繕が必要になってきます。こちらのね、窓の枠のところとかがね、非常に傷みやすいなということがございますので、その辺をチェックしてください。ね、こういった感じで、区分の場合は物件の下見をしてまいります。はい。ということでですね、ぜひですね、弊社のフィールドワーク、セミナーにね、ご参加ください。お待ちしております。はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。